皆さんこんにちは、ギタリストの山本真也です。突然ですが、私が住んでいる、町、この王子町という町なんですけども、実は、いろんな、投票でですね、住みやすい町、住んでみたい町、ナンバーワンだったんですね。だったっていうことは、今は、確か広陵町と生駒町に抜かされてしまって第3位というふうになってるんですね。まあそもそもその投票っていうのがどれくらいの投票数があって確かなものかっていうのは、疑問なところなんですけども、せっかく、過去1位だったのに3位に下がってしまったっていうのはちょっと悔しいなっていうことで、我が町の、良いところを皆様に紹介したいなって思います。そして良いところを探していたんですけども我が町王子というのはベッドタウンなので、そこまで観光地が多いわけではなく、あれ見つかんねえなこれみたいな感じになったんですけど、一つ地元の人にもすごく親しみのある場所で、そして整備が進んで一般の人にも行きやすい、観光スポットが 4,5 年前かな、もう少しちょっと前かな、できましたので、そこを紹介したいと思います。では行きましょう。駐車場に到着したわけですが、結構広いんですよね。で、無料で駐車場が開放してあって、でここの場所が一番いいところが、駐車場から一番上 の展望のスペースまで2キロないんですよね。だから徒歩40分って書いてあるんですけど、足速い人やったら、30分かからないぐらいで登り切っちゃうっていう。で一番上にはトイレがあるんでね、何の心配もないっていう。その明神山の登山道の入り口に着いたわけです。人がいないのでちょっとマスクヒュッと下げることをお許しくださいね。とても気分がいいです。で登っていくとですね、僕の後ろ側には奈良の景色が映ってるんですけども、山頂からは奈良の景色も大阪の景色も見えるので、それがいいところなんじゃないかなって。入り口はこんな感じ。では登ってまいりましょうか。おう、とてもいい気分。今ね、だいたい入り口から200メートルちょっと歩いてきたところなんですけども、それでも休憩するための椅子が置いてあるんですね。だから体力に自信がない人でも安心して登れます。しかもこの足元見るとコンクリートでちゃんと舗装されているので安心して歩きます。怪我もきっと少ないんじゃないかなって。だんだんと頂上に近づいてまいりました。すごいね、この夕方っていうのが斜光っていうのは斜めからの光が差してすごく気持ちいいんです。こうしっかり舗装がされてあって、適度に自然を楽しめて、休憩のスペースもたくさんあって、頂上にはちゃんとトイレあるしトイレって言ってるんですけど、トイレって大事でしょ。だって山登りで気持ちよくなりに行ったのに、途中でトイレ行きたくなって、どうしよう、あとどれくらい先にトイレがあるんやろってなったら、もう一日台無しですからね。結構ね、トイレ大事なんです。トイレの話ばっかりですが、ではね、頂上のすぐ手前まで到着したので、ここからノーカットで、ノーカットって言ってもね、もうその手前にカットしまくってるんで、こっからノーカットでも意味があるのかとか思っちゃいますけどね。一応便宜上のノーカットでお送りしたいと思います。てなわけで頂上に到着しました。私ギタリストなので、この動画の最後は、音楽をお届けしながら、この王子のいい場所のダイジェスト映像かんだダイジェスト映像って言っちゃった映像とともに、締められたらなと思います。
今日皆様に、紹介する曲は江頭優也さんのポロポロという曲です。ではではお聴きください。ということで明神山の紹介でした。王子町っていう場所なんですけども、最初に言った通りベッドタウンなので、ここだっていう観光地はないんですけども、ベッドタウンだからいいなって思うところがいくつかあって、そのうちの僕の大好きな一つなんですけど、ケーキ屋さんとかカフェとか料理屋さん、美味しいところ多いんですよ。でこんなね、自然が豊かなところにくつろぎやすい場所、牡蠣は厳禁なんですけどもがあるんで、ぜひ王子の皆様が、自分のお気に入りのカフェとか自分のお気に入りのケーキ屋さん、お料理屋さんを見つけて、そこで、この山の頂上でランチとかディナーは違うかな、するものを買って、自然とご飯を楽しみになんて来られみて、あ、どうでしょう、噛んだな、寒いから噛みますわ、楽しみにぜひ来てください。ではでは、おしまいです。またお会いしましょう。